野営地にまたよそ者か。行きながら説明する。ラズマの儀式の説明は分かりにくくて、それにエライアスの覚書もいまいちだったし。でも母さんに会えたらどう話せばいいか分かる気がする。この湖から風が吹いてくる。感じられる？急ごう。間違いが大きすぎたの。この体は殻に過ぎない。魂は受け継がれなければ、このまま行かせて。母さん、ダメ、行かないで。私がいなくてもあなたは生きるの。でもお別れの前にもう一度力になれる。あなたは祝福を受けている。あなたの血こそ鍵なのよ。
さんの面倒を見ないと。でもあなたにはまだやるべきことがある。リリスはラズマを追ってた。彼を見つけて理由を突き止めて。私は宝物庫に戻る。私の聖書を訪れたのはお前の最後だ。しかしながらリリスと同様、来るのが少々遅すぎた。最初にここに来たのは父のミナリウスだ。腫瘍を破壊しないと先に進めなさそうだ。
私の重荷となった。それを知る者は他にもいた。だがその本質は理解していなかったのだ。こうなることは分かっていた。イナリウスは予言を自分のことだと信じ込んでいた。自身こそが地獄で憎悪の心を貫く救世主だと思い込んでいた。それでも私は自分の命を宣言した。そのことをイナリウスが死んだ時間に、そして鍵を要求してきた。怒りが必要だ。
流れる聖なる血脈に逆らうのだ。たとえ何をしようと私の見た未来は変わらない。私は自らの運命を築く。お前の予言はそのほんの一部に過ぎ。お前のような不届き者の理解を超えた大いなる運命だ。私が地獄で勝利した暁に天界は私を再び招き入れる。それだけ理解すればよいのだ。そう願いたい、父よ。祝い箸、つけられているようだ。Yeah.
当な罰だった。意志が強ければベナードの賄賂も断っただろう。ネイレル、ネイレルは無事か？ああ、無事だ。この出会いは必然、助けに来たのだ。これ彼女に返してくれ。取るべきではなかった。暗いな。悔い改めたが手遅れだろうか。まだ救いがある。光が導いてくれる。その目でも見えるだろう。見えるぞ。向かいが来た。その鎧がなくてもお前は立派な男だった。この新しい世界でわらわといたかどうかわからぬか。ラズマ、わらわと歩む意志があれば迎え入れた。だがお前が成し得たもの、その可能性は全て奪われた。開けるのは地獄への扉、さらには未来をも切り開く。その命により切り開かれる未来。その犠牲を決して無駄にはしない。